いよいよ最後の動画になります。はい、時刻はですね6月8日19時22分あと何分だ、まあ、この動画をアップロードするのが多分、まあ、8時半ぐらいにアップロードして、まあ、あと4時間ぐらいですかね。4時間ぐらいあと4時間で終わりです。この下に、リンク貼っておきますのでご確認ください。で今回のテーマはですね、まあどれだけ僕が動画撮っても買わないですよね。999も自己投資できないか、できないか、どんまい、俺どんまい。はい、いきます。まず、ね、今回のテーマはですね、これね僕ね新商品をね考えついたんですよ。新商品もう新商品考えついたんでまあちょっとね最後はモチベーション3.0、 もうこれモチベーション 3.0 でいきます。モチベーション 3.0、 これね新商品出しますこれなんでかっていうと、あ、まあ、今回ですねあのファンキー近藤さんだったりとか、まあね、あのか鹿児島合宿2人目で、まあ、僕あのちょいちょい教えてこうやってるんですけども、いやもうまさしくここだな、まあ、モチベーションなんですけれども、その習慣のところだったりとか、まあ、いろいろその、まあ、そもそも論としてそのお金稼げる、それでお金稼げるわけないやんと、まあ、正直ですよ、あの決済まさきさんとか、決済まさきさんとかモーリーとか、あの、まあ、マリアさんとか、まあ、そこあたりは、まあ、収益お金稼いでるんですよ。お金稼いでる人が鹿児島合宿に来て、でまたさらに稼ぎたいっていうことだったんですね。だけど今回の、2人でもうあともう3人目来るんですけど、まあ、今稼げてないんですよ。でこの稼げてない人と稼げてない人とね共に何泊もするわけじゃないですか。稼げてない人と共に何泊もで、そうするとですねもうめちゃくちゃ見えてきて、あなるほどと、あそれは稼げへんよなと、それは無理だよと、それ無理だねと、いや根本的にそれどんだけ勉強しても根本的にそれ無理じゃねみたいな。だからこのモチベーション 3.0 っていうのを新商品で今度出しますんで、あのこれいきなりもう終わりは始まりですよ。終わりは始まりですね。もうでも思いつきました、モチベーション 3.0 新商品出すんで、またシリーズ作りますんで、これね、あの近藤さん、はい、モチベーション 3.0 です交互期待で、あの近藤さんね、あのファンキー近藤さんね、こう明るく見えるじゃないですか。なんかモチベーション常に上がってるように見えるじゃないですか。もう裏全然ダメですからね。吉田さん、これこうした方がいいですかね。吉田さん、これはこうなんですかね。吉田さん、いちいちと本当にいちいち止まりますからね。わかります。あのまあいろいろ僕無料の動画でいろいろ言ってるんですけど、成功するためには一つしかないんですよ。まあ自分の人生を変えるとか成功するためにはもう本当にこれしかないんですね。こう成功したいじゃないですか。まあ成功したい、まあお金を稼ぎたいですよね。お金を稼ぎたい、お金、お金と、じゃあお金いくらやねんと、じゃあ月に100万にしましょうか。まあこれがゴールだとするじゃないですかね。ゴール、これゴールですね。で今今ですね、じゃあ今100万いってないと、でもまあゴールここなんですよ。で終了なんですね。一本の線なんですよ、僕がこれで伝えたいのが。一本の線です。てか一本の線しかないんですね。これ意味わかる人います？多分おそらく意味わかってないと思いますけど、これ意味わかってください。一本の線しかないんです。一本の線しか、例えば、まあ、ここに対してやるのにもちろん知識とか必要ですよ。必要ですけど、でもじゃあ分かりやすく言うとですよ。じゃあ、今リニアモーターカー作ってるじゃないですか。リニアモーターカーな、東京から名古屋間が40分ぐらいになるのかな。リニアモーターカーってそれぐらいですか。
東京と名古屋間が40分ぐらいですか、リニアモーターか。そうですね、めっちゃ早いって聞きましたけど。めっちゃ早い。そう、じゃあそのリニアモーターカーって線路、じゃあ40分で最速で走るためにリニアモーターカーってなんかいっぱい線路あるんですか。リニアモーターカー、東京からなんだ名古屋まで行くときにね、名古屋まで行くときになんか線路いっぱいあるんですかみたいな。ないでしょ、1本で十分じゃないですか。1本で十分でしょ。じゃあ新幹線もそうじゃないですか。新幹線も1本で十分じゃないですか。てか1本しかなくないですか。最近67分ですか。あ、67分、はい、名古屋まで、はい、あ、ごめんなさい、東京大阪間、あ、東京大阪間が何分。67分。あ、早いですね。はい、ビートです。67分で着くらしいですよ。だけど1本しかないじゃないですか、ね、だから1本でいいんですよ。で、ほとんどの人は、まあちょっと待ってね、ほとんどの人はなんでここに行けないのかっていうのは単純で、これね、止まるんですよ。じゃあちょっとやってみようかなって止まる。あ、でもこれやり方、これで本当にいいのかなって止まるんですよね。で、ここで、あ、これじゃあこれクリアしたとしても、あ、これ本当に大丈夫なのかなと、これ止まるんですよ。行ったとしてもまたでかい壁が出てきて、うわ、こう、どうしよう、あ、めんどくさいなみたいな、もう突破できないですね。だ、要はこの問題点が出てきた時に突破できるかできないかなんですよ。問題点が出てきた時に突破できるかできないかの問題で、じゃあその突破できない問題点の、まあ、その一言で言うと、モチベーションがあればジャンプできるよねって話なんですよ。モチベーションあればジャンプみたいな、お、余裕、モチベーションブイーンみたいな感じでジャンプでいって飛び込めるわけですよ。まあ、なんか噛みましたけどね。あ、ここで止まるからいけないだけなんですよ。で、ここで一人で乗り越えるのか、それとも、ね、鹿児島合宿してこう一緒にこうやって乗り越えていくのか、やり方はいろいろあるんですよ。やり方はいろいろあるんですけど、じゃあお金を払ってね、お金を払ってなんかそういう合宿に行くとか、なんかそうセミナーに行くってなるとお金がかかるわけじゃないですか。お金払えばモチベーションは手に入れられるんです。もう一度言いますね、モチベーションっていうのはお金を払えば手に入れられるんです。例えば講演会に行きました、セミナーに行きました、モチベーションアップしません？その人の話とか聞いて、あ、すごい、あんな人になりたいわとか、モチベーションアップするじゃないですか、お金を払えば。その場はしかしながら家に帰るとやっぱめんどくせえなみたいになるわけじゃないですか。その場はモチベーションアップにできるんだけど、継続できないんですよ。で、モチベーション、お金を払えば、だからね、多分ファンキー近藤さんはこの鹿児島合宿中はやらないとだけど、家帰ったらやっぱランニングしたいなみたいな感じでうふふってランニングするわけですね。またランニングするんですよ。金稼げてない、お金稼げてないのに、いやランニングだみたいな、やっぱランニングしないと俺ダメなんだみたいなね。まあ、ランニングしてる時間あるのってやれよって話なんですけどね。そうそう、絶対そうでしょ。そうですね、多分すいません、走ります。それだけは可能性ないね。まあ、こんなもんでなんですよ。いや、自分の好きなこと優先しちゃうんですよ。テレビが、じゃあ例えばテレビが見るのが好きだったらテレビ見ちゃうんですよ。だって本当ぶっちゃけ言うと、近藤さんそんな走ってる余裕なんかマジぶっちゃけないですからね。まあ、ちょっと言わないですけど、全く余裕ないんですよ、走ってる余裕なんか。だけど走っちゃうんですよ。だ、そんなもんなんですよ。そう、走ってる余裕あんのかと。ここに向かって走るよと、ここに向かって全力で全ペットで走るしかないだろうと。何をしてるんだと僕から言わせると。だけど走るんですよね。はい、走ります。ただ走り方ちょっと変えます。短くします。そんなもんなんですよ ね, ね、映画も見たりとか、美味しいものご飯食べたりとか、なんかもう誘惑に勝てないんですよ。だから今度新商品出しますよ、モチベーションアップ 3.0。 もうそれ別商品出しますよ。で、よく吉田さん、何をやればいいんですかと、何をやればここまで到達するんですか。知識がありません。テクニック、売り上げを上げるテクニックだったりとか、やり方は分かりません。それは勉強してください。で、じゃあ何を勉強すればいいんですかっていうところで、まあ、今回商品販売してますんで、たった999円でコンテンツマーケティングの方を勉強できます。まあ、いいんですよ、本屋に行ったらいっぱい本あるんで、それ買ってもらっても。僕もそのマーケティングの本はもう何百冊ぐらい読んでますから、別に本屋行って買えばいいんですよ。だけど僕がこう言っときますけど、僕が何百マーケティングの本だけでも何百冊読んで
読んで、そして実体験で実体に体験して、今現行でもやってる、それを凝縮してセミナーで話してるのを本より安く販売してるんですよ。だから別に僕の商品買わなくてもいいですけど、僕はマーケティングの本、ね、何百冊買って読んでますよ。だから別に何百冊本買って読んでやればいいんですよ。別に僕吉田さんうさんくさいからもういいよと、ね、いやいいですよ、本屋行ってください、本屋行ってマーケティングの方、ちゃんとね、ちゃんとしたなんかすごい先生がね、ちゃんと活字で すごく分かりづらくちっちゃい字でね書いてありますから、マーケティングに関してね、このちっちゃい分かりづらく表現されてますから、それをしっかり読んでしっかり勉強してください。僕のセミナーはそのねちっちゃいその先生が言ってるようなものとは分かりやすい、それに比べると分かりやすく言ってると思いますんで、はい、ということで、あと、4時間ぐらいですかね、あと4時間ぐらいで、販売終了します。でこの YouTube の下に、リンク貼っときますのでご確認ください。で、これが最後の動画になります。はい、まあ30話ということでね、たくさんいろいろ見ていただきありがとうございました。はい、これからもですね、動画は引き続き撮り続けていきますけど、このシリーズはですね、これで終わりかなというところです。まあ、あとはですね、12時、今日の12時になると、そのセールスレターが受付終了しましたというページになります。で、あとは最後、12時過ぎたら、まあ、1本だけそのお知らせ動画ですね、を作ります。31話というかお知らせ動画ですね。で、メールが届いてないという方もいらっしゃると思いますし、あとその銀行振込の方ですね、銀行振込の方は今日申し込みしても振込確認が月曜日になると思うんで、まあ、一応銀行振込の場合は月曜日まで入金してくださいというご案内をメールでもしてますけど、まあそれとかもちょっと細かい業務的な動画を撮りますけど、こういうやつはねこれが最後になりますんで、はい、ではあと4時間あと4時間で販売を完全に終了でございます、はい、ではこの YouTube の下のリンクをご確認ください。ではご視聴ありがとうございました。